はい、イノベーションのジレンマ入門です。私は大阪大学コーデザインセンター の池田です。それではですね、イノベーションのジレンマについて、まず事業をですね、どういうふうに、受けていけばいいのかということについてのイントロの紹介をいたします。私のページにですね、アクセスするためには、現在、このような、現在このようなですね、Google でですね、私の名前で検索してください。池田光穂ですね。そうしますと、このページ、皆さんはですね、順序が、前後するかもしれませんけれども、Wikipedia で私の名前が出てきて、その後、総合案内書っていうところが出てきます。この総合案内書のところをですね、クリックしていただいて、そこに、私のポータルのホームページにあたる部分ですけれども、人物、職場と教育、業績、プロジェクト、アントロポス、その他というところがございます。そこの中にですね、事業という、そういう項目があります。でこの事業をクリックするとですね、私のですね、裏のシラバスですね、裏バスに当たります。現在はコロナウイルス感染症の予防の観点から、ズームによる事業を行っているっていう、そういうことが、示されています。で、そこの部分をずっとクリック、下げていきますとですね、私のですね、今年の2020年度のですね、事業一覧が出てきます。そしてですね、さらに下げていきますと、春学期から始まる、春夏学期の事業のですね、事業計画っていうのが出てきます。で、ここでですね、イノベーションのジレンマは、ここですよね、ここにあります。コーデザイン講義 3B-2206。という事業がですね、木曜の6限、18時から19時30分まで、事業が準備されています。ここをクリックしていただきます。そうするとですね、イノベーションのジレンマという、そういう、大きな、猫さんの、これはバルセロナにあるボテロという芸術作品の彫刻なんですけれども、私の背よりも高いぐらいの、巨大なものですけれども、この顔のですね、アイコンが出てきます。他の事業に関しても、2020年度は、こういうタイプが出てきます。教員はですね、私の他に黒田聡さん、松浦博和さんが事業担当です。シラバスに書いてある、事業単位、コロナの関係で若干教室等が変化、違いもありますけれども、事業そのものは、教科書がありますが、玉田俊平太先生の、省エイ社から出ている日本のイノベーションのジレンマという本とですね、それから、玉田先生のですね、指導教員で、ハーバード大学時代の指導教員であられた、クレイトン・クリステンセン先生のですね、イノベーションのジレンマ。両方ともですね、ビジネススクールの、先生です。これの翻訳ですね。これをですね、教材に、使います。で、じゃあ、この教材をですね、どういうふうに読めばいいのかということですけれども、先ほどの、ページからですね、もう一度元に戻りますけれども、先ほどのイルマーション事例、コーデザイン講義、からですね、とてもよく似てるページなので、ちょっと工夫をしないといけないんですけれども、イノベーターのジレンマ、大法的読解を見よという、そういうのがありますので、ここをクリックしていただく。で、ここをクリックしていただくと、教材のですね、PDF、パスワードが書けてあります。こちらの方に、出ます。それから、この事業に関しては、教科書をですね、皆様にはすでに買っていただいていると思いますので、この教科書と全く同じ内容がですね、
ここにアップしてあります。もちろん著作権の関係で、このビデオ番組を見ていらっしゃる方には、閲覧することが不可能です。私の事業を、まあ、受けて実際に授業料を払っていらっしゃる方、そして教科書を買われていらっしゃる方が、もし出先でですね、本を持っていないとか教科書を持ってくるのを忘れたとか、そういう時のためのですね、資料になります。そのために、授業そのものは筆記であります。で、4月の9日、これはすでに終わってますけれども、なぜ、クリステンセンさんのですね、イノベーションのジレンマの本から、なぜ優良企業が失敗するのか。そして、玉田俊平太先生のですね、破壊的イノベーターだった日本企業。こういう内容について、これからですね、お話ししたいと思います。この授業は冒頭の最初のイントロダクションでありますので、大まかにこの概要についておさらいします。それからこの授業そのものは、このクリステンセン先生のイノベーションのジレンマという本教科書と、それから玉田俊平太先生の日本のイノベーションのジレンマという、なんかちょっと映りにくくなっていますけれども、これをですね、読んでいただくっていう、並行にですね、読んでいただくということになります。で、イノベーションに関してはですね、私自身いくつかの、解説があります。イノベーション。イノベーションの定義、イノベーションに関する4つの誤解、イノベーションカルト、ソーシャルイノベーション、社会イノベーション、イノベーションデザイン、イノベーション人材とは、イノベーション倫理学、競争イノベーションとは何か、イノベーション刷新は本当にリニアに大衆に受け入れられているのか、イノベーションのジレンマにも、この事業ですね。それから、オープンイノベーション、次世代イノベーション育成に向けた企業現場における高度汎用力、科学のイノベーションはあらかじめ計画できるか、研究とイノベーション政策はどのように崩壊に耐えたか、ビジネスイノベーション経営戦略編、知識と心に満ちた社会の作り方、破壊的技術について、教育とイノベーション、戦争パラダイムとイノベーション、大法的読解イノベーションのジレンマ、先ほどのページですね、空間と、空気と空間づくりから考えるイノベーションキャンパスの実践、高度汎用力とは、イノベーションなにわ節子守唄、いろいろあります。というわけで、イノベーションについて、たくさん、すいません。皆様には、画面の共有をしていなかったので、改めて、先ほどどんなページだったのかということを、ベラベラと喋りましたが、私の、サイト検索でイノベーションについて調べると、イノベーションという用語でですね、検索するとこれだけの内容があります。実際のページは175件あります。というわけで、これ自身で一冊の本になるぐらいなんですけれども、なぜわざわざ教科書を読むのかというとですね、やはり、日本と、欧米のですね、イノベーション、まあビジネスシーンにおけるイノベーションを、研究をやってらっしゃる方について、きちっと調べる。それから私のポリシーとしては批判的読解、批判的に読む。それから、批判的に読むだけだったら批判するだけですから、そうじゃなくて批判的に読むことを通して自分のものにするという、そういうポリシーを私は、皆さんに、提唱したいと
いうふうに考えています。そのためにですね、最初はですね、イノベーションの定義について、皆様に、解説をして、このイノベーションのジレンマ、これから続くイノベーションジレンマについての、事業についてのイントロダクションをしたいというふうに考えています。こういう感じですね。はい。そうしましたら、今、皆様には、画面が見えております。イノベーションの定義ですね。イノベーションデザインフォーアワーコーイノベーションデザインセンター、大阪ユニバーシティと書いてありますけれども、イノベーションを定義しておきましょう。イノベーションの定義で、世界で最も簡潔なものは、これ私のオリジナルの、定義ですけれども、びっくりするような新しい出来事であると。それから、イノベーションをですね、まず、学問的に定義づけた人はですね、ジョセフ・シュンペーターという人の経済発展の理論。そういうものをですね、セオリー・オブ・エコノミック・ディベロップメント。そこから来ています。ジョセフ・シュンペーターの、定義はですね、もう1911年でありますけれども、こちらの定義はですね、イノベーションというのは何か新しいことが起こる。まあ、プロダクトイノベーションが一番皆さんにとってイメージしやすいと思うんですけれども、新しい財貨の生産。つまり、新しいプロダクトの生産ですよね。それ自身が、お金の源泉になる。で次、新しい生産方法の導入。これはですね、生産方法そのものがイノベーションになることもありますし、新しいものを作るために、プロダクトを作るためには、新しい生産ラインの確立が必要ですし、効率よく、安く、あるいは大量に、それからより品質のいいものを作るためには、生産方法が導入、イノベーなものでなければならないというそういう、ことがあります。それから、新しい販路の開拓ですね、いくら素晴らしいものを売ってもものすごく高級で世界で5人ぐらいしか買えないというそういうものはイノベーションとなって、社会の中に、受け入れることができないわけですので新しい販路が開拓されなければならない。そこには、コストの、要因というのが重要な要因にもなります。それから、市場ですよね。市場、マーケットがないと、いくら素晴らしいもの、それから安価でいいもの。でも、それを売っている、売る人たちがいないといけない。それから、売るもの、そういうですね、新しいプロダクト、あ、ここに行けばこういうものが購入することができるんだ、ということですよね。それから、ただ単に購入するだけではなくて、メインテナンスとかケアとか、そういうものですよね。故障があった時にとか。こういうのもですね、販路の形成になります。実際に我々のものの中で、新しいプロダクトを売りつけるっていうか、まあ、売って、買ってもらって、定着する他に、メインテナンスで、ずっとですね、顧客との関係を続けるようなタイプのイノベーションというのもあります。レンタルとかリースっていうのはそういうものですよね。だからただ単にマーケットで購入されるということだけが意味があるのではなくて、リースされてもですね、そういう商品もイノベーションのイノベーティブなプロダクトが、そういう形で、市場全体にですね、イノベーションを起こすことがあります。それから、まあ、材質とか、それから、どこに送るのかっていうこと、それから誰に使ってもらうのかということを含めて、原料や供給源の獲得が以前にはないもの。つまり、新しい市場が生まれる。新しい販路が生まれる。そういうことですよね。で、新しい販路が生まれるということは、その商品のですね、前後ですね。例えばそのメンテナンスのパーツの、部品がですね、何か特殊な、原材料が必要だった場合、その部品をですね、製造する、
ためのですね、原料の調達っていうのが必要ですし、さらにそういうものが爆発的に売れるようになる、あるいは、パテントですよね、特許を、設定してですね、特許料による収入があっても、特許を売買することで別の、まあ、会社がですね、そういう生産に当たるっていうふうな時にもですね、その部品のですね、調達がまあ必要になるわけですから、イノベーションというのは原料や供給源の獲得が以前にはないものというものもイノベーションの定義に入るとシュンペーターは言っております。そしてそれゆえに生まれた組織が、まあ、生まれること、生まれた組織っていうか、イノベーティブな新しい組織がですね、生まれることですね。この5つの要素から成り立つ定義です。イノベーションはですね、しばしば技術革新とか技術刷新とか技術革新と呼ばれることが多いですが、これは、玉田先生の定義にもありますように間違いです。玉田先生は、刷新、刷新創業だったかな、そういうふうに言っていらっしゃいますけれども、今ちょっとここの部分ではご紹介できませんが、いずれにせよですね、イノベーションは、事前に、私はですね、びっくりするようなことっていうふうに書きましたけれども、もう少し、ある程度そのシュンペーターの、イノベーションの定義を踏まえて言うとですね、事前に予想が不可能なその時代の社会の人たちに驚きをもたらすような新しい出来事であるということですよね。こちらに書いてありますね。玉田俊平太先生、ここに書いてありますね。はい。ラテン語ではイノバーレとかね、まあそういうのがありますけれども、まあここでは省略しておきましょう。で、Google、エリック・シュミットですね、Google の COE だったエリック・シュミット、っていうのは、成功した会社をですね、まあ、こう組織と読み替えてくださいって書いてありますけど、次の3つにまとめていると。問題を全く新しい方法で解決する。その解決方法を生かして急速に成長を拡大する。成功の最大の原因はプロダクトであるというふうに書いてあります。で、プロダクトっていうのはただ単に、製品だけではなくて、製品の販路であるとか、ビジネスモデルも、まあ、プロダクトですよね。アマゾンが非常に、ジェフ・ベソスのアマゾンが非常に有名ですけれども。そうするとですね、エリック・シュミットが言う成功した会社っていうのは、これは、ある意味で、イノベーションですよね。だから、会社そのもの、オーガニゼーション、会社、集団、そういうものが、人々が有機的につながっているようなもの、そういうものがですね、イノベーションというふうに言うことができるのではないかと、思います。英語による解説ですね、ここにも書いてありますよね。新しい組織の、もう一回整理いたしますと、岩波文庫で経済発展の理論の中に具体的にこういうふうに翻訳があります。5つ整理します。新しい財貨、すなわち消費者の間でまだ知られていない財貨、あるいは新しい品質の財貨の生産。The introduction of a new good that is one with which consumers are not yet familiar.or of a new quality of a good、そしから新しい生産方法の導入 The introduction of an improved better method of production which need by no means be founded upon a discovery
scientifically new and can also exist in a better way of handling a commodity commercially。 そして新しい販路の開拓、The opening of a new market that is a market into which the particular branch of manufacture of a community in question has not previously entered, whether or not this market has existed before。 材料あるいは半製品の新しい供給源の獲得。 The concept of a new source of supply of raw materials or half manufactured goods again irrespective of whether this source already exists or whether it has first to be created。 そして新しい組織の実現ですね。 The carrying out of the better organization of any industry, like the creation of a monopoly position or the breaking up of a monopoly question。 ね、整理しましょう。シュンペーターの定義を、まあ、ここで改造っていうふうに書きましたけれども、改造してですね、イノベーションは5つの要素から成り立ちます。新しい価値を持った財が生まれること、イノベーティブプロダクト。2番目、原料や供給源の獲得が従来の方法よりもイノベーティブであること、トラフィックイノベーション、まあ、A って書きました。3番目、それらの生産のプロセスがイノベーティブである、プロダクション、プロセスイノベーション。4、流通のプロセスや経路のイノベーション。これはですね、先ほどの原料とか供給源とはまた違う意味がありますので、トラフィックイノベーション B とさせていただきました。そして、イノベーティブプロセスの結果、以前には存在しなかった組織が生まれること。アウトカムイノベーション。ね、そういうふうに整理したいと思います。あとこのページにはですね、オープンイノベーションのこと、ヘンリー・チェスバーグによるオープンイノベーションのこととか、シュミットとローゼンバーグのオープンネスの概念であるとか、そういうことが書いてありますけれども、これに関しては省略させていただきます。イントロダクションとしては、イノベーションとは何かということを、まあ、皆さんに考えていただく。それから、教科書を読み進めていくうちにですね、イノベーションというのは先行して、作り出したイノベーションをさらに破壊し、全く新しいイノベーションを生み出す、そういうものを持っているという非常にユニークな現象があるということを皆さんに学んでいただき、それから実際にこの事業をですね、学んでいただくとですね、破壊的イノベーションが技術がつくとか考え方が分かるだけではなくて、俺も破壊的イノベーションになるんだ、私も破壊的イノベーターになるんだというわけではありません。にもかかわらず、こういう現象を見ることを通して、何がですね、破壊的イノベーションなのか、クリステンセンさんのですね、何が破壊的イノベーションになるのか、そして、何がですね、破壊的イノベーションじゃないのか、そういうものを見極める能力をですね、皆さんに、つけていただければと思います。いささか、まあ、暴走気味たところですけれども、授業そのものは教科書を丁寧に読んでいくっていう、そういうスタイルで進行、他の先生方と一緒に進行したいと思いますので、皆さんぜひ、ご協力の方をお願いします。ありがとうございました。